こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新造された韓国製潜水艦の超低性能さを世界中に披露し赤恥をかいた韓国ですが、韓国製の原子力潜水艦を導入するそうです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。最近海外メディアから韓国海軍の原子力推進潜水艦導入の可能性を示唆する記事が相次いでいる。米国と英国政府が今年9月のオーストラリアを含む3カ国外交安全保障協議体オーカスの結成を機に、オーストラリア軍の原子力潜水艦開発を支援することにしたことを機に、過去に10年間にわたり原子力潜水艦導入を夢見てきた韓国軍も再び刺激を受ける可能性があるという理由からだ。軍事専門家は、韓国が潜水艦建造技術はすでに確保しているという点で、潜水艦用原子炉の開発と核燃料の調達など2つの課題さえ解決すれば原子力潜水艦の導入は十分可能と見ている。これについて米国の潜水艦専門家サットン氏は、海洋軍事専門メディアネイバーニュースへの寄稿で、韓国原子力研究員の70メガワット級多目的小型原子炉アラ建設計画について言及し、韓国初の原子力潜水艦の導入が近づいていると評価した。ニューヨークタイムズも1ソウル発記事でこうしたアラ原子炉建設計画を紹介し、原子力専門家は、韓国がこのプロジェクトを通じて原子力潜水艦開発の長年の夢を叶えるものと見ていると報じた。つまりアラを通じて韓国の SMR 技術開発が完成すれば、今後潜水艦の動力源としても使えるということだ。原子力潜水艦は原子力を推進動力として潜水艦を言う。したがって原子力潜水艦だからといって必ずしも核兵器を搭載するわけではない。大陸間弾道ミサイルなどの核兵器を積んだ潜水艦は戦略核潜水艦と呼ぶ。もちろんアラ原子炉の場合、低濃縮ウラン濃度 20% 以下を燃料に使う計画という点で、無気球高濃縮ウラン濃度 90% 以上を燃料に使う米英原子力潜水艦の原子炉とは違いがある。このため原子力研究員側もアラ原子炉の開発について潜水艦を念頭に置いたわけではないと話している。それではネットの反応です。原子力の導入は米国の許諾なしには不可能だ。いくら米国の悪口を言っても仕方ない。韓国の核の眠りに SLBM 核兵器を搭載させ、国防大国としての姿を整えよう。来年の大統領選挙で誰が当選するかによって変わる。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。